はい、65歳未満の経営者の方で、特別支給の労力厚生年金の権利が発生している方ですね、であっても、ほとんど報酬との調整で全額支給停止になっている方が多いと思いますから、実際年金が払われない以上ですね、税金が、所得、源泉徴収されることもないわけですけども、もしその特別支給の老齢厚生年金の年額がですね、仮にもし150万あったとしたらですね、理屈的には最高で、そうですね、役員報酬の支払い方変えれば108万円、程度はね、もらえる可能性があるわけですけども、108万円以上、もらえる可能性があって、で、源泉徴収をされる基準を超えてくるということはあるわけですけども、現実問題として特別支給の老齢厚生年金が150万円というケースはまずほとんどないと思いますので、65歳未満の、経営者の方の場合、特別支給の老齢厚生年金から、年金から所得税が源泉徴収されているケースというのはほとんどないと思われるということですね。